兵庫県立新出学園は兵庫県神戸市西区にある全寮制の不当工事、支援施設。学園は全寮制で月曜日の朝に登園して、プログラムを受けて木曜日に帰る仕組みである。プログラムは農園や動物プログラム、スポーツやインターネット、料理や食育、ミュージックなどがあり、中には進路学習というプログラムもある。学園の寮には生活指導員が、 男子寮、女子寮に二人ずつ配置されている。まず十時に学園に登園してきて、朝のプログラムを受ける。そして昼ご飯を食べて、また午後のプログラムに出る。そしてプログラムが終わると自由時間になる。火曜、水曜とプログラムを受けて、木曜日に午前のプログラムを受けて、お昼を食べ、その後帰ることになっている。毎週金曜日には1日交流体験がある。 7月末に夏祭り、11月に学園際がある。在学できるのは基本2年だが1年延長することもできる。入学対象者は15歳から23歳までの不登工事など。入園する場合、普通高校は休学する必要がある。通信制高校は休学する必要がない。通信制高校の中には連携することができる学校もある。 兵庫県立西雲高等学校など、ありがとうございます。